萌町スポールに来てますけど、今日はバブラの、ラケットの、試写会にお仕事で来てますけど、ここでせっせと新製品の紹介でございます。まずは、こちらです。ナイロントートです。でこれは、7月からレジ袋が有料になりましたので、もう本当に個人的に家庭で思いっきりこうトートバッグ使うという頻度が多くなってきたので、やたらと我々 TTC もこれ出してます。でこれは、ナイロンなのでものすごく軽くて、で、まとめる、小さくまとめてで、トートバッグに入れたり、あとはまあポケット入れておいたりっていうことができる、非常にこう便利になってます。でカラーは、5種類あります。このビタミンカラーはですね、このマイナス03の、ロゴです。これとあともう一つは蛍光グリーン、今本当暑いですけど、暑い中にこういうものを入れておくのは色がすごくいいので、おすすめです。ものすごく頑丈になってます。で、プリントもですね、ナイロンにいい感じでこう入ってるんですよ。なのでものすごく綺麗なんでおすすめです。このマイナス03が、この2色と、あとはですね、ファーストスカルのブラックの型、それと、セカンドスカルの、紺に、黄色、あとは、ブルーに黄色という、定番の、それもまたまた絵がこの辺にあると思いますけど、ものすごく綺麗な感じになってますので、こちらもおすすめです。これはキャンバス地になってます。キャンバスのトートバッグです。ロゴをちょっと新しくしました。 TUTC っていう感じで出すことはあまりなかったんですけども、東京アンダーグラウンドテニスクラブと、あとはテニスカルチャーをドライブしていくっていうものをちょっと、今回は文字を変えてですね、 We drive the tennis culture という風に、変えています。我々が、テニスカルチャーを変えていく、ドライブしていくという意味です。でこれちょっとなんか無骨な感じなんですけど、ちょっと男性チックな、トラッカー野郎たちが、使ってそうな色なんで、これはコヨーテという色にしました。あとはブラック、あとオリーブドラブ OD と言われるものと、あとはウッドランドカモと、ホワイトカモと、コヨーテ、これの5色です。これはキャンバス独特の感じで、これで思いっきり僕も移動してるんで、かなりガシガシ使ってますけど、これもまさに買い物に行くように使ってもらってもいいですし、当然これノートパソコンも入りますから、用途は様々です。なのでちょっとこのメンズライクなんですけど、特にこのコヨーテは、黒でプリントしてます。で他のは、ホワイトでプリントしているのが多いので、できればこれちょっと秋冬に紹介したいなと思いましたけど、今回は、この季節にリリースしてます。あとはですね、こちらですね、ポケット T シャツで、これはコットンです。で、さっきと同じこの、コヨーテと同じ TUTC のマークを入れてますから、これがですねちょっとなんかこうどっかのスタッフ T っぽい感じな雰囲気になってます。であとは特徴的なのは身幅がものすごい広い、ビッグシルエットの T シャツです。でこのサイズ展開は、M サイズと L サイズ今のところだけなんですけども、僕は、ぽっちゃりとしては、L を着てます。でこのカラーなんですけど、これはネイビーです。で、ネイビーとブラック、ちょっと薄い色のコヨーテと、オリーブドラゴンの、4種類です。ちょっとこうアーミーテイストというか、ちょっとミリタリーテイストな、感じになってるんですけど、もちろん女性でも着てもらえますし、あえてこのポケットをつけたという理由はですね、マスクですね。今絶対必要なんで、マスクをこうやって入れておくように、僕はどうしてもこのポケットが必要なんです。なのでちょっと必要に駆られて作った感はありますけど、その感覚を皆さんとシェアできたらいいなと思って、作りましたので、よろしくお願いします。